皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。外で飯食べてきた、そして帰ってきた、そして、もうすでにクリア済みなんだけども、やっぱりね、ドラゴンクエストウォークを愛する一人の勇者として動画を出しておきたい。これ超高難度、高難度か分かんないけど、記憶のほころだっけを、ロト装備、じゃあロトの剣3本でね、挑んでいきたいと思います。回復1枚、ロトロトロト、そしてフルオートベロ、これでいこうと思います。作戦はガン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 命。それでは参ります。頼むぜ勇者ロト3人、いけ行け風のごとく、ガツンガツン、弱いな、しっかり弱い。いやロト3人だったらいけるだろ、強いもん。攻撃力下がって、攻撃力は下がってるけどね、いきなり。おっと6570決めていく。さあギガスラッシュ回を2本ぶつけてささやかれるがミスっていく。ドルモーアは効かねえぞと。ああサスパラサスパラ、君は勇者だ、しっかり勇者だ。さあ通常のギガスラッシュ、ごめんなさい1本は作ってなかった、これは縛れ、よし。ギガスラッシュ回をしっかりと決めていく。オッケーオッケースーパーオッケーオッケー、混乱なしオッケースーパーオッケーオッケー169169、いける、これ気持ちいい、すげえ気持ちいい、いける、すぐ行きそう。おっと山彦全回復でもない、うん、なんかちょっと違ったね、全回復じゃなかった。頼むぜロト2号左、よし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 、フルオートベロ、ロトの力をみんな示すのだね、がっつり示していこうぜ。ここはこの状態でどんな感じの HP の色なのかチェックしてみましょうか。通常攻撃効かない効かない、そんなの泥棒は怖い、カモンベキラボンでもいいよ、オッケー全然効かない。ああ、もっと気持ちくしてほしい、もっと燃やして、俺のこともっと炎上させて。3回攻撃、名前の色は？あー、もう死んじゃいそうじゃん。いいの？フルオートベロ。操作してませんからね。HP を見ただけですからね。実質。うん。エッチだぜ！パワフルだ！大丈夫だよ、大丈夫、いける、ギガスラッシュ、いやー勝った勝った勝った、いやいやいや、いやーいいっすね、気持ちよかです、タイ、いやー効かない効かない、大丈夫大丈夫、いやー邪悪な爪、もっと引き裂いてよ俺のこと。